皆様ご準備の方はよろしいでしょうか。それでは幹事社さんお願いいたします。幹事社の河北新報の上田です。よろしくお願いします。本日は知事から発表事項があるということですので、よろしくお願いします。私の方から平成25年度の環境大賞の表彰について、発表いたします。この度今年度の環境大賞の受賞者の方々が決定いたしました。今年度は地球温暖化防止部門など5部門の募集を行ったところ21事例の応募があり、審査の結果各部門1事例の受賞者を選んでおります。受賞者は地球温暖化防止部門として朝倉幸子様、循環型社会形成部門として和賀昌司様、環境教育学習部門として能代市立鶴形小学校、環境美化部門として横手川アジサイ回廊運動株主会、環境保全部門は NPO 法人海の森づくり推進協会の2個人と3団体でございます。なお9月7日に開催されます第13回秋田エコ&リサイクルフェスティバルの開会式において表彰を執り行うことにしておるでございます。受賞される方々には環境保全に関する実践活動に積極的に取り組まれていることに対し深く敬意を表しますとともに、今後も他の模範になっていただけるよう一層のご尽力をお願い申し上げたいと存じます。私からは以上でございます。環境対象について各社から質問あればどうぞ。よろしいでしょうか。それでは続いて幹事社から質問させていただきます。大きく2つのテーマで、地震の被害想定と学力テストに関して質問いたします。まずはじめにですね、先日日本海を震源とする地震の被害想定を県が求められて、県内では死者が1万2000人超という衝撃的な数字が出ています。この結果について知事はどのように受け止められたか、お考えをお願いします。はい、私自身は、これをですね、なかなか難しいんですよね、捉え方が。ただ説明概要説明書をよく読んでいただくと分かるんですけども、これはマスコミの皆さん十分ご理解していただいて、記事の方は大体そのような構成になっていますけども、いわゆる東日本大震災で、想定外という、実はあれもですね、想定外じゃなくて、一定の確率で起こっている地震なんですよね。ただやはり時が経つに従って、なかなかその忘れていくわけでございます。そういう中で、いわゆる想定外の想定といいますか、考えられる最大の地震がどうなのかという、どういうことがありうるのかという、そういうことで学問上の、で検証した結果が結論であります。ただ県民の皆様にもですね、これ十分ご理解をいただかなければなりませんけれども、いわゆる学問上で起こりうる最大の可能性を追求して、それから元にして計算したものでございますので、実際のその確率だとかですね、そういうものとはちょっと違うパターンでございます。いわゆるこれ学問上の話でいきますと、自然科学の現象にはゼロはないわけでありますね。ですからあれが起こりうる確率ということもあれでは検証してございません。検証のしようのないほど確率が低いと。しかしゼロではないという、そういうことでございます。ちなみに、例えば三連堂のですね、青森から秋田に至るところがほぼゼロという、一回日本海中部地震で歪みが解消されています。秋田沖が大体50年に
3% から 5% ぐらいという、これは全部国立の地震研究の協議会でなんていうか、あの機構での発表ですけれども、また、山形沖がほとんどなくて、新潟沖がですねちょっと多いんですね。あ、新潟じゃない、佐渡沖が。でこれがですね連動するという確率を求めるとすると、まあ、確率ではそう、いわゆるそのなんていうか率を足す総和の場合と総乗をかける場合がございますが、通常場合の数だとかける方が一般的で、まあ、これはの、それが正しいかどうか分かりませんけども、ですから多分確率的には出てこないという、例えば 0.01 の確率ですね、 0.01% の確率をですね3回かけますと、なんと 100億分の1になるんですね。ですから下手すれば地球が生まれるよりも地球の年代よりも少ないという、まあいわばですね、机の上で計算した最大値です。ですからこれがですね、起こり得る確率はまずなしに等しいけれども、もう自然科学の現象でですねこれゼロというわけにはいかないという、まあ、そういうことであります。ですからことさらあれをもってですね、なんて言いますか、そう現実のものとして、これをですね、すぐ捉えて、ああだこうだというそういうことは必要ございません。ただ、やはりですね、なんて言いますか、より大きなものをなんて言いますか頭の中に置いて、よりその被害の深刻なものを頭の中に置いて、それ に日常的にですね避難等々、まあ、ソフト対策ですけども避難等々をですね考えておきますと、これはそれよりも低い、それよりも高い確率で起きる、まあ、地震や津波においてはですねより有効な、そのなんて言いますか対策になるんですね。まあ、当然皆さん方何においてもですね、どこへどこなんかの試合に出るときに、スポーツの試合に出るときに、大体みんな優勝したいと思うんですね。やっぱりそれを望むから優勝はできないんですけども、やはり向上心が出てくるという、それと同じでですねやはりできればああいうものは一応頭の中に置いて、例えば高台に避難する際にもそこまで逃げておくと、あれで想定した高さの異常のところまで逃げておくと、まずそれ以下のものには全部、耐えられるという、そういうことになりますので、やはりこれはこれを全く参考というのでじゃなくてですね、こういうものも頭の中に入れて、避難場所の選定だとか避難の仕方等をですねより工夫していただきたいという、そういうことになると思います。また対応ということになりますけれども、あのクラスだとですねハードの対応はほぼできません。例えばですねできるとしても、市町村で例えば避難場所があって、そこまで行く道路がね非常に狭い曲がりくねっている、何かの拍子で何かの機会に、新しい道路を作る際はやはりそういうことを頭に入れて、そこに到達する早い、そういうことをねスムーズな道路交通をやるとか、まあ、そういうことはできますけれども、あれをですねあまり深刻に考えて、うちを今そこから高台に避難させなきゃならないとか、そういうことではございませんので、やはりソフトの避難訓練、避難場所の確保、あるいはそういう際にいろんなこの次にですね何かをやる際にある程度頭の中に入れて、全部は対応できなくても、そういうことに対して少しねこうより考えてものをやると、それこそ何十億年何百万年何千万年に一度のものに対しても耐えられる可能性は大であるという、そういうふうに捉えていただきたいと思います。ハードになりますとですね、震度7クラスになりますと、まあ、海岸沿線 の, その海岸沿いのです、ね、砂丘、まあ、砂地のところではむしろその建物そのものが、ね、崩れる可能性もございまして、とてもあれは防波堤等では防げるものではないし、また当然ハードであれに対応するということになりますと、まあ、天文学的な経費がかかりまして、全体のバランスの中でそれに全てつぎ込むというわけにもいきません。しかもほとんどない確率でございます。まあ、そういうふうに、捉えていただきたいと思います。まあ、概ね皆さん方 のマスコミの皆さんの
書き方もですね、そういう形で書いておりますので、これについては、まあ、私からもあくまで机の上で考えたらこういうことが出てきましたよと、ただ完全にこれを無視するんじゃなくて、いろんな繰り返しになりますけれども、避難訓練だとかそういうところについてこういうことも頭に入れてやっていただければ、より確率の高い地震にも効果が出てくるという、そういうふうに捉えていただきたいと思います。これは私から以上でございます。はい、ありがとうございました。これに関連して各社の方から質問あればどうぞ。NHK の北田です。それで対策面で例えば想定に基づくと先ほど知事がおっしゃったように避難路が整備されてないとかですね、で、まあ、市のいくつかの市の中には避難タワーも必要だとか、そういうことを、検討し始めているところもありますけども、でそうなってくるとやっぱりこうどんどん経費がかかっていく、経費というか事業費がかかるということも考えられるんですが、そういうのを市町村の方がやるということを決めた場合に、それ県としてはどういうふうに対応するのかとか、その辺のお金的な話をちょっと聞かせていただきたいと思います。現実の問題としてですね、例えば避難タワーであっても、まあ、震度7クラスになりますとですね、通常のものでいいのかどうかという、相当ですね、単に今の鉄骨で建てた鉄骨で簡易なものというのは、逆にそれそのものがね、やられちゃうという場合、あるいは避難タワーに登るに、急な階段をどうやって登るのか、エレベーターつけてもエレベーター止まります。避難タワー自身が倒れる場合もございますので、やはり本当にやるとするとですね、天文学的な数字になります。ですから、これについてはですね、やはり全体として、基本的にこれに、まあ、いろいろな機会を捉えてですね、例えば、一定の建物を建てるときに屋上に上がりやすいようにしておくとか、そういうことはありますけれども、私はですね、これを想定して積極的にやろうとしてもですね、とても県の支援だとかそういう桁の金額では済まないわけです。ですから東海というか東南海もですね、ハードで対応しようとはしてません。あれをハードでやろうとしますと、日本の国家予算はですね、何年分もですね、全部それにつぎ込むかというと、まあ、下手すればそれこそ一気何十億円、これをね、海岸沿いにずっと建てて、景観の問題から何からして、逆に観光客が来なくて、死活問題になるという、そういうこともありますのでですね、私はですね、まあ、これを全部想定するというよりも、もうちょっと現実的な対応の中でのハードの整備というものは必要だと思いますけれども、すべてこれに合わせるという形は、あとは価値観の問題でありますね、完全に。そしてまた県が支援しようとしても、ね、財源的に無理です。やはり国の、ですから今東南海の連動地震の場合ですね、また予知の、ね、前兆把握、こういうものにだんだん切り替わってますですね。避難訓練プラスその予知というもの、やはり前兆がですね、完全予知ではなくても前兆が何かしらあるというんじゃないかということで、まあ、逆にですね、我々県としては、まあ、例えばですね、この海域、日本海側がどうしても、ね、東南海の方に目が向けられていますので、この日本海側もですね、より地震の観測体制、あるいは地殻変動、海底地殻の変動の歪み等の観測体制、こういうものをですね、むしろもっともっと力を入れてもらって、そういう中で、やはりですね、その注意を喚起するという、そういうことの方がですね、大事ではないかと思います。ですから今のところこれを想定した形のハードについてやろうとしても、財源的に桁が3つも、県の予算と桁が2つ3つ違ってきますので、これはなかなかそう簡単にいきません。ただ先ほど言った通り、例えば避難路をね、避難路ということで、これはこれクラスの地震じゃなくても現実の問題としても
その避難地域、避難箇所から非常に道路が悪いだとか、まあ、いろんなことがございます。あるいは何かをする際に、もうちょっと丈夫にするだとか、ちょっと位置を変えるだとか、まあ、そういうことについての現実的な中では一応のいろんな制度の中でやっていかなきゃならないと思っています。はい、他にございませんでしょうか。じゃあ続いては先日ですね、全国学力テストの結果が発表されました。秋田県は今年も小中学校で非常に好成績を収めたということで、理由はそれぞれ教育関係者の立場によってですね、さまざまな見方がされていますけれども、知事からご覧になって、その秋田っ子の成績の良さというのは、その秘訣はどこにあるのか、お考えを聞かせてください。はい、まあ、私もよく分かりませんけどもですね、実は、前にもお話ししたかもしれませんけど、私の年代がちょうど昭和22年までがですね、かつて小学校の時に学力調査があったんですね。ちょうど私の年代です。私受けてるはずです。その時はですね、秋田がですね、ほとんどビリなんですね。ビリなんです。それが今までこう今の状況で、まあ、全国的なこういう中で、まあ、トップということはですね、やはり一つは何て言いますか、まずはね、一義的には子どもさん方が、児童生徒が非常に一生懸命真面目に、勉学に勤しんでいるという、やはりどうしてもこれテストをやるのは、我々大人じゃない子どもですから、子どもさん方のその一生懸命やっているということを評価したいと思います。やはり次にですね、やはり先生方の熱心さ、やはり秋田の先生は、まあ、こういう言葉はもう死語になっているかもしれませんけれども、やはり先生というのは一種の聖職者だという、そういうことが昔は言われてましたけれども、やはり使命感、まあ、いろんな先生います。中には時々、まあ、いろんな不祥事がありますけれども、まあ、全体的におしなべて、やはり秋田の先生方は、子ども方を育てるという使命感で一生懸命やっていらっしゃるという。もう一つはやはり地域がですね、非常に学校と何て言いますか、うまくお付き合いをしているという、地域と学校がですね、その間にバリアがないという、まあ、いろんな、私も市長時代、各地域回ってますと、小学校の行事にいろんな地域の方々が一生懸命、協力したりですね、あるいは、一緒に地域運動会なんかですね、地域の そこの集落の運動会と学校の運動会を午前午後で一緒にやるだとかですね、そういう意味では非常に子どもさん方をですね、見守る地域の力が非常に健全に生かされているのかなという。あとは、まあ、国の方ではまだ検証結果がはっきりしていないと言いますけれども、まあ、少人数学級の、いち早く取り入れたということも、これは、一定の私は成果があると思います。まあ、そういうことが全部ですね、相乗的に積み重なって現在の状況になっているのではないかと思います。これがということはなかなか一発でね、言えないんですけども、まあ、いずれにしてもまずは子どもさん方を褒めてやりたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。これに関連してですね、一部の首長からは市町村別ですとか、あるいは学校別の成績の結果を公表すべきではないかという意見が数年前から言われています。このような意見について知事は賛成でしょうか、あるいは反対でしょうか。私はですね、賛成とか反対というよりも何の意味があるのかなと思いますね。まあ、意味があるといえば意味があるでしょうけども、学力というのはですね、個人の問題ですね、個人の問題。それでですね、まあ、一方でその学力がトップクラスというのは非常にいいことですが、これで全てが評価されるものではないということでございます。ですからですね、これが、まあ、そしてですね、その極端に差があるのかというと、まあ、秋田の場合は全部標準以上ですし、ほとんどその誤差の範囲なんですね。学校ごとにですね、1点2点違うんで、ああだこうだということが果たして全体のプラスになるかどうかということからするとですね、私は、まあ、
そこまで、やる意義があるのかなという、まあ、そこまでやってやるとですね、公表しますと、最後には、ね、こうなるんですね。学校を市町村ごとに公表しましょう、今度は学校ごとにしましょう、これ再現なくなります。今度は、ね、クラスごとになりましょうと、そうなりますとですね、まあ、そういうことの与える子どもへの影響というものをどう考えるか、あるいはそれから派生する問題をどう考えるか、確かに情報公開とは言いますけどもですね、所詮は個人のなせる技で、その単なる統計集計の結果なんですね。ですから子どもが主人公なんですよね。ですから、そういうことを、なんて言いますかな、そこまでやる必要は私は感じませんね。で逆にですね、その評価の物差しがそれだけになるというのは非常に恐ろしいんですよね、怖いんですよね、成績だけというのは。私はですね、あえて言いますと、秋田の子どもはそれでは非常に学力は素晴らしいです。ただ都会の子どもに比べてやはりどうしても刺激がない、悪い意味での刺激もない。ですから例えば非常になんて言いますか、なんて言うか、複雑な環境と言いますかね、まあ、その競争社会の中で、本当の意味のその競争というよりも非常に社会の中のドロドロしたところもないわけではないわけです。これどこの世間でもあります、まあ、そういう 都会的なですね、都市的な環境の中で、それじゃあ強く生きて、その中でも一生懸命やっていく力がどうなのかとなるとですね、まあ、どちらかというと秋田の子どもは物分かりもいいし、非常に従順で人の言うことも聞きますけれども、しかればチャレンジ精神のもう逆に言うと、この競争社会の中で人を、まあ、いいか悪いか別にして、すぐ激烈な競争社会の中で何か特徴を生かして、勉強は少しぐらいできなくても、これで日本一になるんだという、そういう力がですねあるかどうかとなると、これはまた別です。ですからそういうものも含めて全体の評価ですので、学力だけがポンとですね表面に出て、それでああだこうだというのはですね、ちょっと全体を見ていないのではないのかなという、まあ、これはそれぞれ人によって違うと思います、考え方はね。だから、まあ、そうトータルとしては、まあ、そういう方もいらっしゃると思いますけども、私はあえてその必要性というものからすると、公開した場合の弊害の方が多いんじゃないのかなという、そういう感じがします。ありがとうございました。これに関連して各社の方から質問があればどうぞ。それぞれご自分の成績はどうだったのかなって。いません、じゃあもう1点だけ、子どもたちの学力が高いというのは非常に素晴らしいことですけど、それを、秋田の発展にどうつなげていくかというのは非常に難しいと思うんですが、その辺何か考えがあれば。そうですね、我々としてはやはりこの成績がいいというのも一つの、まあ、最終的に成績でものは決まりませんけれども、学力あるいは学識が豊富であればこれはいろんな面で、可能性がですね、広まるし高まることです。これは絶対的に言えます。まあ、ですからそういう中で私ども今取り組んでいるのは、まあ、国語力が日本一という、まあ、そういうことでちゃんと日本語がしゃべれるというそういう前提で、例えばね英語力を特に日本一の英語力をつけようということで、まあ、今やってますし、またこれをですね、高等学校あるいは大学までつなげて、伸ばしていかなきゃならないという、まあ、そういうこともございまして、まあ、いろんな取り組みをしているわけでございます。また学校の方のですね、体制もですねさらに、強化しなきゃならない、これに甘んずることなくですね、より上を目指すということは必要でございますので、まあ体格の方も日本一でございますので、まあ、こういう面を、ね、両方生かしてやらなきゃならないということですけども、まあ、しからばその具体的にどういうことがあるのかというと、なかなかそう簡単にはいきませんけれども、なんとかですね、むしろこれは大人の責任で、
我々のむしろ子供よりも大人の責任で、まあ、こういう子供方がねできるだけ秋田で残ってね可能性の秋田の可能性を高めて広めていただくためにそういう成績のいい子供方が、まあ、地元にいたい人はですねよりいいところに、まあ、勤務できるような雇用の場の確保だとかむしろそういうことが大人の我々のね、まあ、学校の現場のことはこととしてその受け皿をどう作るかというのはむしろ我々大人の責任で、やらなきゃならないと思ってますのでそういうむしろ子どもさん方というよりもそこら辺の方がですね大きいのかなと思いますね、せっかくの子どもさん方ねみんな外へ行っても、できるだけ秋田にいたい人はですね秋田で力を振るっていただくというそこは我々としてもですねいわゆる雇用の確保産業基盤そういう就職の場の確保こういうところに力を入れていかなきゃならないし今もやってますけども、まあ、そんなそっちの方が親御さん方からしても非常に大きな望みではないかと思いますね、はい、他にございますでしょうか。もし内容でしたら、幹事社からの質問は以上ですので、各社自由に質問を、いただければよろしくお願いします。秋田先上げ新報です。災害豪雨災害受けた臨時議会が5日に召集されますけれども、予算の規模どれくらいに なるのかというのがまず1点、それから、こちらも復旧関連が中心となるんだと思いますけれども9月補正こちらはどうなる見通しか現時点でおっしゃれることあるか、ですね、まだケース整理は終わってませんけれども5日の日はですね当面前にもお話ししました通り、災害復旧というよりも、まあ、まず前段として既存の経費で、応急的なことはもう全力でやっております。これは既存の経費がございますので、プラス今度はですね災害のあった亡くなった方への弔慰金だとか、これ国の制度と国県市町村の合体の制度ですけれども、あるいは負傷した方、それからうちが、ね、被害を受けた方に対する、まあ、県の見舞い金もございます、あるいはその農業被害の中で、いわゆる基盤整備じゃなくて、さまざまなその農業被害に遭った金融的な支援的な、まあ、そういうものもございます、まあ、こういうことが5日の日に主にソフト対策、まあ、これはですね3億台ぐらいでです。これ市町村だとか 国とのこう合体ですよね。あと9月はですねだいたい70億台中頃よりもちょっと下かな、ちょっと、今日もいろいろいじってますので、まあ、そんなところですね、70億ちょっとという、もう既存でですね、もう30何億ぐらいの応急やってますので、ですから、まあ、やはり全体としてはですね、さらに災害査定がこれから始まります国の、これによってまた12月頃までに終わりますので、これがまた今度はですね大きな復旧事業は災害査定の結果、まあ、でやりますので、まあ、前倒しして、設計なんかですねできるだけこう概算やってますけども、まあ、こういうこともこれから続いていきます。まあ、いずれ今5日までですね全体の今回の5日から9月、まあ、12月場合によっては11月の決算議会がありますので、まあ、できるだけそういうものをねこう捉えてスムーズにやっていきたいと思いますので、その大体のですね大まかな全貌について今まとめていまして、まあ、5日まで出そうと思っています。はい、9月補正は70億円台ということ、70億ちょっとですね、今ちょっと私さっき査定して、まあ、それは数字また変わってますからね、いじってます。こちらの大半を災害復旧が占める。そうですね、かなりの部分が災害ですね。分かりました。それともう一点お願いします。北海道北東北知事サミット明日ですね岩手で開催されますけれども、今回のテーマは食による、まあ、食のブランド力向上による地域振興と復旧の加速と
ということがテーマなんですが、秋田県として、具体的な何か提案というのは予定されているんでしょうか。ですね、まあ、これお互いに非常なんて言いますか、競争している分野でもあります。ただ、実はですね、食の例えば六次産業化の大規模なやつね、企業誘致が絡むような、これはですね、どちらかというと例えば秋田に来たから秋田の、原産品ですね、まあ、秋田の産で産出する原材料で全部賄えるというそういうものはないんですね。まあ、これ逆に他の県もそうなんです。例えばあの焼き鳥屋さんですね、今100人規模 の、 横でね、あそこはあの鳥は絶対的に秋田は鳥の数というのは桁違いに少ないですから、まあ、岩手が猛烈にでかい、そういったですから岩手から、ただ将来的にネギだとか野菜類はね秋田から調達する方向性という、まあ、あるいは新しい商品を秋田県産のものを取り混ぜながらやろうというそういう趣旨、あるいは今いろんなところでですね、この食の関係の企業誘致に歩いてますけども、やはりどうしてもですね、一軒だけではなかなか難しいんですね。まあ、ですからそういう時の供給体制、これ競争ですけれども、一旦決まったらですね、そこに立地したものをどうやってですねスムーズに、この地域から全体から集めるのかという、そういうこともあるんですね。ですからそういうこともどうするのか、これ囲い込みされるとね、お互いに囲い込みして、おかしくなっても困りますので、まあ、私からですねそういうこともお話ししたいと思います。またそれぞれですね、ユニークなものをやってますので、まあ、こういう北東部3県北海道も含めて、まあ、そういうアピールの場をどうするのかですね、そういうこともこれから出てくるのかなと思います。まあ、北海道東部では例えば東部北東部3県でね事務所なんかも一緒になってますけども、まあ、そういうところをどうするのか、ただ最近ですねなんとなく個別競争になってますね。逆に協調というよりも、個別競争になってますので、まあ、個別の競争でいいものと一緒にやはり協調した方がいいものがありますので、そこだけは冷静にね我が我がじゃなくて、やっていければなと思ってます。まあ、そんなことがだとかですね、まあ、あと秋田の最近の例もですね、ご紹介する、コーナーがあるようでございます。あと復旧関係のところはだいぶ岩手県さんがね、例の三陸をね、それ見せたいようでですね、やはり、まあ、そちらの方にもだいぶ時間を取るようでございますね。ありました。おおむね予定の時間になりつつあるんですけども、他に質問はございませんでしょうか。なければ知事会見終了したいと思います。はい、ありがとうございます。引き続きですね、地域活力創造課から